皆さんお久しぶりです。扉座の横内健介です。アシスタントの伴美奈子です。ということで、扉座通信ネオ、もうすでにお気づきだと思いますが、公演が近づいてくると突然始める YouTube 番組です。で、アシスタントの伴美奈子、はい、はい、アシスタントの伴美奈子です。これまさか普段着じゃないですよ。はい、あの私ちょっと素が苦手なものでして、素が苦手、ね、コスプレで失礼いたします。はい、これは何、え、これコスプレですか。これ何のコスプレ、はいはい、あ、わかりませんか。こんなの何これ。はい、これはあのホテルカリフォルニアという県立厚木高校物語という作品に出てまいります、厚木高校演劇部に取材に来るショッパーの記者のコスプレでございます。厚木 のミニコミ誌というか、うお買い物新聞ね、はい、そういう人が出てた、はい、取材の人が来て、ね、はいはい、新聞に載ると思って緊張してたらショッパーだった、がっかりさせるという、ね、ということでこの2人で、はい、始めてまいります。扉座通信ネオです。ということでね、はい、まあ、あの今日これ撮影してるのが10月2日、はい、そうですね、になりますが、ついさっきまで私のスマホでニュース見てました。はい、それは何かというと、東山新社長と井ノ原副社長、2度目の記者会見、はい、な、心が痛い、はい、聞けば聞けば聞くほどね、まあ被害者として、まあ、名乗り出た方たちが450人ぐらい、ちょっと正確な数はちょっと、はいはい、覚えていませんけど、ついさっき聞きました。で、まあ、あのもちろん罰されるべきところは罰され、裁かれるべきところは裁かれなきゃいけない重大事件だというふうに思いますが、はい、ただまあ東山さんと僕そんなに面識ない、お会いになったことは、いや、ないです。まあ、はい、まあ、扉座も実は見に来てくれてるんで。あ、そうですか。そう、なんと森光子さんと一緒。あ、そうそうな、ちょっとたまたまご縁があってね、三鷹市の墓穴だったと思います。紀伊国ホールに見に来てくれたりしてて、はい、でまあちょっと、2、3回お会いしたこともあるのかな、でも、まあ、それぐらいの付き合いだけど、井ノ原さんとはね、我々ねものすごく、まあ、まあ親交があってとか、はい、まあ、まだ井ノ原さんが V6 になる前から、はい、あの我々ね、まあ、芝居を通じてですけれども、はい、まず先に事件の問題があってのことですけど、あの二人、お二人見ててさ、今は あそこでああいうことをやる限り必ずしもやらなくていいことなわけじゃない、ね、全然売れてる、はい、売れてる役者二人ですから、役者っていうか、まあね、あのもうアーティストとして表現者ね、全然その経営だとか、はい、今までのことだとかに対して彼らそんなに大きな責任があるのかなって、まあ、疑問に思うことだけど、ただまあその井ノ原さんの人となり知ってるじゃないですか、ね、あんなにいい人いない、本当に ね、 ね、ついこの間まであんないいやついないだったんですけど、ちょっとそのやつとは言えないぐらいの、ね、立場になってるんですけど、はい、ただね、やっぱり私は男気が好きなんですよ。知ってる？そのこと。男気が好きだって、男気フェチだって知ってる？あんまり知らない、ね。存じませんで申し訳ないです。あ、知っててください。男気が好きでらっしゃる。もう何が好きって男気が好きなの。はい、やっぱ彼らがさ、もうあえてその大変なものを背負って頑張るっていう姿もそれだけでさ、感極まってきちゃってさ、もちろん。その前にやらなきゃいけないことがあるぞという今世間のこうメッセージもよくわかるんですけども、言いたいのは私は男気が好きだ、これぐらいにしとこうかな、この話はな、ね、まあ、たまたま今日の今日だったんで、もうあのせっかく YouTube なんで、あ、すいません、なんか言い過ぎたりしたらちゃんと止めてね、あ、はいはい、まあでも、まあ、ここまでで、はい、はい、私は男気が好きだ。二代目はクリスチャン、はい、ね、そのために始めたネオですけども、はい、あのその前に実はでも劇団は10月の27、28、27は学校公演って言って、まあ、はい、あの
学生さんに見せる貸し切り公演ですけども、28日は一般も入れて公演がカッパ、カッパ、はい、今年の前半にやりました、はいはい、平田の最新作でやったカッパを、はい、上演するという、その再演の稽古が まもなくあって、その後に、まあ、今度晩美奈子さんか、はい、が決まっている二代目クリスが入るんだが、はい、このカッパがなんと熊本でしかやらないという、なんという熊本、はい、熊本県ですよ、熊本 県、うん、はい、ね、神奈川県熊本町とかするんじゃないですか、熊本県の熊本県のに、しかも市内ではなく宇都っていう土地があるの、宇都市、多分宇都市で、宇都市、うん、はい、でまあそれは去年の11月だったかな、熊本の文化祭という文化イベントみたいなのがあって、熊本はいろいろとこう地震や水害で大変な目にあった、その復興のために熊本県出身の小田栄一郎さんってワンピースの作者がワンピースを使って何かやってくれって、で熊本の自分楽って言って農村に残る文楽の一座とって、それを中心にでも市民で参加してもらったワンピース文楽ってやったのね、はい、でまあその時にその宇都の文化会館の人、立派な文化会館ですよ、聞いたことほとんど時田ファンは知らないかもしれないけども、でもその宇都の文化会館の方の太鼓があってさ、宇都の太鼓って、これはもうね、でも江戸時代から続く大変な伝統芸能で、一瞬コラボしたんですけども、はい、そのワンピース文楽ではね、でそこの文化会館の人がせっかく劇団とつながったんだから、うちの文化会館でやってくれと言ってくださって、素晴らしい、で、今度公演がある、それのやるんですが、なぜかカッパってあんな渋い芝居に絶対に必要なはずのタウンニュース番美奈子が、タウンニュース番美奈子が、はい、いなかった、そうですね、参加しなかったでしょ、はい、何かがあったんだよ、あ、思い出しました、6月に、うん、大阪松竹座の会場100周年記念公演に出演しておりまして、あの名作夜曲に出演しておりまして、ちょうどそのカッパのお稽古期間、そうだね、はい、かぶってて、はい、でどっち撮るって言われて、それでカッパかまだできてもない新作かそれ夜曲のもうウバ、はい、で夜曲のウバはもうほぼほぼ何十年やり続けた、そうですね、最初がまあ、劇団公演が最初ですけど、劇団扉山に改名された年なのでちょうど30年ぐらいになりますかね、30年、はい、で、はい、あちこちで稲垣吾郎さんが、あ、それにも出演しました、ストームをやった時も、はい、ウバ、はい、それもウバで、はい、ね、ウバを演じ続けて30年、劇団でやる時も最初から最初からウバウバ女優で、ウバ女優で、はい、ついにでも松竹座ですね、はい、100周年の記念で夜曲やるのもすごいんだけど、しかも松竹座で個室楽屋をいただいておりました、私やっぱ晩美、はい、馬役だから、はい、用意する、のれんがないでしょ、のれんはあちらのゴーチの方がしてくださいどんなやつ、はいはい、無地の無地の残念な、はい、これご覧の方で晩美奈子ファンはちょっとお願いします、ひいきよりっていうのれん、はい、でも今度個室がもらえるのいつのことかはい、分かりませんけれども、でもね、はい、あの芝居を見てくれ、はい、くださった、まああれも口ぐも、はい、ね、もう名前が消えるかもしれませんけども、ジャニーズの ABCG というグループの小関さんと戸塚さんという人気者2人が15とつともを演じてくださって、はい、児玉遥さんという、はい、子供と HKT48、はい、指原莉乃座長公演で明治座博多座っていうのは僕にそれ大本とアリストを担当しました、はいはい、その時にも出演していた、はい、ね、元 HKT48 の国のハッピー何度か出て、はい、ウバ役を晩美奈子がしっかりと、はい、務めて、でものすごい、まあまあ初めて見てくださったっね、多分夜曲ね、もう往年の小劇場ファンだもんね、知ってるのはね、まあね、そうですね、大阪、私は大阪薬局は言ってないかったかもしれない、ね、はい、やってるけどね、はい、うん、でもさ、その後割と私 SNS 覗いております、エゴサーチも好きです、あなた SNS やってないから一切やりません、そういうのタウンニュース的にはあんなものはメディアと認めないいろんな情報がね入ってくるんでしょうけど、それがかえってちょっと面倒くさいと言いますか、うん、はい、ちょっと面倒くさいことが苦手でした、そうね、はい、申し訳ございません、まだこういうことやんないんだよね、
でもそこの中で、はい、モノフ薬局に興味を持ってくださっている方が多いんです。そうですか。そして戯曲なんかさ、はい、もう出版もされているけど、もうとっくに絶版なんで、でもそれをこうアマゾンの古本とかで買い求めてくださったり、はい、それからもうさらに 今のが新しく欲しいって言って、なんか薬局をもう一回ね出版 してくれなんていうふうに、そういう声も上がってくる。もうでもさ、そりゃさ、はい、あの有名なタレントさんたちの舞台だから、はい、そういうお客さんが来てるのが基本だと思うし、もともとそうだったんでしょう。でも何度も見てくださってさ、そうですね、セリフだとかさ、はい、ウバにも興味を持ってくれるなんてさ、もうありがたいことだなというふうに思ってます、はい。そう、だから意外に有名だと思う。ああ、そうですか。なんで、ありがとうございます。この話題を出してみました。見てますか薬局で私を認識してくださった皆様、見てますか、はい、ウバ役の晩美奈子です。でも今度全然違うことになって違うんですよ。また登場しますから楽しみにしてください、はいはい、いらしてください、はい。それでもうすでにお手元に皆さん言っているかと思いますが、こんなんできてます。しかもこれ見開き、立派な読み応えの読み応えがあります。読んだこれ。読みました。読みました。一応こんなもうちゃんと対談もう、あの幻冬舎プレゼンツ、幻冬舎の健太郎社長と私が対談をしたりする、あの欲しかったら欲しいって声を上げていただけたらお届けできますんでね。晩美奈子、今回これに出演するんですが、このチラシなんですけど、まあまあ、大スポンサーというか、もう幻冬舎プレゼンツって本当にこの援助があってできることなんで、今度紀伊国屋ホールでやる公演ですが、まあこう幻冬舎の宣伝がいつも後ろにあって、この本があるんですか。はいはいはい、毎回まあ最新刊の一応宣伝が載るわけね、はいはい、読もうと思って、はい、三国清美って言うんです、はいはい、ね、なんか三だけど三国清美、はい、で三流シェフっていうタイトルです、ね、三流どころかこの方は、はい、伝説だと、まあ、まだご存命、もちろんご存命ですけども、はい、フレンチシェフ、はい、食べたことある三国さん、実はフルコースは食べたことないんですが、いや、昔婚活パーティーのバイトをしたことがありまして、司会をしたりですとか、あ、なんかゲームやったりするの、あれって席替えです叫んだりですとか、なかなか自分で動けない人たちのサポートをしたりですとか、ちょっと引っ込み思案な男の子が、そうですね、おじさん、でもおじさん、おばさん、もう20代30代から、もう20代からその自分は今から売らなくてはっていう子がいるんですね。そう、その時に国さんのお店でホテルドミクニ何店舗かあると思うんですが、その丸の内でしたかね、はい、はいはい、丸の内にあった丸の内に、はい、で、ちょっとその残ったものをちょっといただいたことはございます。はい、すごい。そうですか。買って読んだ、はい、でももう3日前に買ったんですよ。でも読み終わった。これがね、まあ、幻冬舎にごまするわけじゃないですけど、ね、素晴らしいこの本が。この方、三國シェフは、はい、北海道増毛、毛が増すですよ。ああ、はいはいはい、増毛っていう、もう本当にとんでもない、はい、まあ、漁村、田舎の漁村でお生まれになって苦労なさって、はい、札幌の定時制高校通いながら料理人の勉強して、たまたま札幌グランドホテルっていうところ、まあ、サラライみたいなバイトみたいなのに入って、で帝国ホテルの伝説のシェフの村上シェフっていう人がいるんです。これは日本のフレンチ界の大重鎮で、その人が一番の人なんだっていうのを札幌グランドホテルの厨房で聞いて、で何としても帝国ホテルに入りたいと言ったんだけど、中卒で帝国ホテルの正社員になる資格がなくてはいいと思って、この人は見て、まあいろいろ努力をするんですけども、なんとかシェフのそばにいたいと思ってね。でも基本は鍋洗い場にいて、鍋を洗い続けて3年で、結局料理を何もさせてもらえないわけでも、まあなるべく読んでもらえて、これ以上喋りませんけど、でもその時作り切って美味しかったってみんなに言わせるって言った、言う人なんです。何がすごいかっていうと、ただ鍋洗いだけしてたのに、それを
村上シェフは横目で見てたって言った。だからさ、まあ、うちも研究所やってますよ、はい、ね、お芝居を教えるなんてことをやってますけど、はい、なんていうのかね、その手取り足取りこう技術を教えるじゃないものを本当になんか力のある人間はさ、なぜあれでもちゃんと学ぶんだということをね、でもうそのすごい、そこは中盤のクライマックスなんですけど泣きますでね、でね、今日俺はこれを今日また来週あたりどうなるかちょっとご説明しますけど、みんなに読みなさいって、まあ、研究生もいるので今、はいはい、うちには、はいはい、で若い子たちもいるのでこれいいから読みなさいと、ただし3日以内に返しなさいと、それで書いてよ、ちゃんと読んだものはここに名前を書いていけば、あ、はい、本当は買わなきゃいけないけど本当は買わなきゃいけない、でも3日か4日で3日後に返すようにって言ってみて、どれぐらいが読むかちょっと一回ちょっと実験してみようと思います。今日後にそれ書いてメッセージ書いてあそこに置いて、これ一冊置いて3日後に必ず返す、読んだものは名前を書いてここに。でちなみにこれね、今回もやります、まあ、11月26日に千葉美浜文化ホールというところで1回やって、でその後に11月28日から12月3日まで紀伊国ホールでやるんですが、その木曜日の夜無謀ナイト、学生ならば全員タダという30日の18時、はい、はい、開演です、はい、これ忘れもしないね、伴美奈子があるとき昔ゲネをタダで見せたじゃないですか、そういうことやってたんだよ、はい、やってましたね、高校の演劇部にいろんなお手紙を書いて、ね、ゲネプロを見学できますと、うん、はい、あのぜひ振るって応募くださいという時期で、ね、本田劇場でやったし、はいはい、とてもいいお客さんを育てたなという、進言されたのを覚えてる、はい、あれもう一回やったことですよ、はいはい、言いに来たんだけど、はい、めったに自分の意見を語らない晩美奈子言いに来たよな、あれから見に来てますというお客さんが私のお客さんでいるので、厳冬者のこう本当にもう熱いサポートがあるから実現できるんです、紀伊国屋ホールいっぱい丸ごとタダですから、でもこの日一番盛り上がるんです、やっぱり若い力でみんながこう見るぞって気持ちになってくれたらね、この日の公演が やっぱりちょっとスペシャルなものになる、今回もなります。受付が10月16日月曜日の正午から、はい、そうか、今日の時点ではまだ始まってないんだね、はい、あと2週間、ね、あもうその時にざっと言ったら、はい、いい成績から全部本当に無料で出しますので、はい、身構えてください、はい、皆さんのお越しをお待ちしておりますということで、告知でした。ということで、お送りしてきました、扉座通信ネオですが、なんと2代目クリスチャン のこの主演2代目になるクリスチャンを今度は晩美奈子さんが、はい、この格好でやらないとは思いますが、そうです、ね、また違うものにね、はい、素の苦手な晩美奈子は素は見せませんが、芝居はまた見せるんですけど、ね、はい、抱負をちょっと今日の時点でね、まだ全然先の我々カッパもあるしさ、あれなんですけど、そうですね、どうですかね、はい、まあ、めったにない主演ですので、いつも以上に体調管理に気をつけてですね、まずは、はい、もうとにかく頑張るのみです、はい、はい、楽しみにしてますか、はい、お願いします、はい、ということでですね、で、まあ、一応僕らの一番大事な宣伝はこれなんですけども、劇団員はこの間もいろんな活動をあちこちでやってます、はい、ね、でその活動の情報なんですけども、こちらではもう とにかく全部把握申し訳ないけど把握しきれてない、はい、できてないでしょ、はい、ね、チラシをもらったりね、時々稽古場に来るので、特に SNS やってないと何も知らないと思う、はい、今みんなそればっかりで、はい、でこの、これ劇団員への告知です
劇団員および劇団員そばの人たち、はい、ね、でこれあの横打ち当てっていうのが扉座に置いてあります、稽古場に。であの稽古場のアドレスは今これのところ出てますから、もし郵送の場合は。で告知してほしい公演があったり、はい、活動があったりした場合、はい、ここのポストに入っていれば、あの妖怪ポストみたいな、妖怪ポスト入っていれば、入っていれば、はい、お化けのポストに手紙を入れれば、はい、そうするとどいつかこうちゃんとここで、はい、あのご紹介し、推薦すべきものを厚く推薦していくというふうにちゃんとこれ、ここに準備したんで、どしどし劇団員の皆さん、はい、自分の情報を持ってきてください、うん、まああのこんな YouTube 出しますとかそれでもいいや、あ小さいですね、はい、ちょっと扱いはどうなるか分かりませんけども、はい、プチ情報でもいいんでお待ちしてます、はい、お待ちしております。ということで、復活しました扉田通信ネオ第1回はこれぐらいで終わろうかな、そうですね、はい、はい、またということで、またお会いできることを楽しみにしています、扉田主催横内健介でした、アシスタント万美奈子でした。